ミルエンズ公園。ミルエンズ公園は、アメリカ合衆国オレゴン州ポートランドにある公園。公園は、直径約60.96センチメートルの円形で、ギネスブックによって、世界一小さな公園に認定されている。これはもともと1948年に、街灯の台座として作られたものだったが、実際には、街灯は建てられず、街灯を埋め込む穴だけが残された。 この残された穴に、オレゴンジャーナル市のジャーナリストだった、リック・フェーガンが花を植えたのが、公演の始まりだとされている。フェーガンが、オレゴンジャーナル市で担当していたコラムの題名にちなみ、公演は、ミル・エンズと名付けられた。フェーガンはこの公演の起源を、次のように語っている。ある時、フェーガンが、オフィスの窓から外を眺めていると、台座の穴の中をせっせと掘るレプラコーンが目についた。 彼は慌てて降りていってそのレプラコーンを捕まえた。レプラコーンを捕まえると願いが叶うと言われていたからである。フェーガンは自分だけの公演が欲しいとレプラコーンに願った。しかし自分の望む公園の大きさについては何も伝えなかったため、レプラコーンはこの小さな穴を公園としてフェーガンに与えたのだと。これ以降、約20年間にわたり、 フェーガンの風変わりなコラムにはたびたびこの公園とレプラコーンの親方が登場することとなる。フェーガンは1969年にガンのため指をしたが、公園は引き続き他の人々によって手入れされた。1976年には公式西の公園に指定されている。公園の面積は0.29平方メートルでダウンタウンポートランド。 サウスウェストナイトーパークウェイとサウスウェストテイラー通りの交差点付近に位置する。2006年2月公園はサウスウェストナイトーパークウェイの大規模な建設プロジェクトのため一時的に80フィート離れたツーワールドトレードセンタープラザに移設された。ポートランド公園局は2006年7月のプロジェクト終了後には公園は 元の位置から東へ7フィート半の場所に再設置されると発表した。公園にはこれまでに様々な趣向を凝らした飾りが設置されてきたが、その中には蝶のためのプールやミニチュアの観覧車といった一風変わったものも含まれている。ありがとうございます。